後半がスタートしました。ジュビロ止めます。山田ヘディングはいきなり決まった。松浦そうだったな。前田が見えに行ってるから相手のディフェンスラインもね、知られましたけど、はい、松田とそれからテクソンドンも近いところ入ってきてましたよね。そうですね、3対0になります。まあ、山田精度高いですよね。いいボールにしても決して上背があるわけじゃないんですが、松浦167センチ、立ち上がりですよね。前田から山田、あペクソンドンがやっぱり中来てるのかな、これ。そうですね、そうですね、それによってちょっと松浦がフリーで逆サイド絞り切るのに時間がかかったというところだと思いますけど、まあ精度高いですよ。まあですからディフェンスとしてもやはりその動きに少しこうぼやかされてしまったというような、まあ、動きがあったかもしれません。